綺麗なとこやけどね。はい、なんかお兄さんがね、案内してるだけみたいやけどね。なんて読むんだろう、こう難しい字やけど。みんなこの辺ぐらいまで行ってみんな帰った辺なんですよ。え？みんなね。はい。これに来てね。そこまで行ってね。みんな帰った辺なんだ。ああ、そうですか。はあ、すみませんね、申し訳ないですね。うちの山の、ね、ああ、これご自宅の山ですか。うん、すみませんが、入らせていただきます。ありがとうございます。これ何にも来てはるけど、場所がわからないんで、みんな帰ってありますんやわ。そうです。はあ、こっちから声かけるのありやんかね。ああ、それで皆さんがこの古墳がなんか10基以上ぐらいあるようなこと言っとるんやけどね。柏原高校資料館とかなんかありましたよね。はいはい、地面が、はいはい、ありますよ。あこに行く時にね、はい、そこから出たやつ全部展示しましたね。ああ、そうなんですか。このおたくらのとこも出たからね、はい、同じもんは何個も意味ないから。これは置いときなっか言うから、はい、いやもういいですよ。ですか。人骨も出たからね。ああ、なるほど。持って帰って、そっちの方で。道なき道ですね、これは。これはちょっと無理話すのしょっても。これ、普通はそっちに道ついてませんけどね。ああ。うちの山は、やっぱ手入れしに行かんとあるので、こう通ってしまう。こんなとこ行って、ちょっと行くのはね、無理やったからね。ああ、諦めようね。これ文化財としては非常にね、すごいこう文化財や言ってありましたけどね。ああ、そうだよね。ああ、いや、ちゃんとね、はい、その文化財の4号のあれまで出たいうことでね、はい、要するに鉄板で塗装して建ててくれるんですよね。はい、立ててましたけども、サビでね、はい、上の方がサビましたか。サビで抜けてきたからね。はい、まあ、一気の保管あったところでね、一応みんな入れてまんねん。ああ、そうですね。まあ、気づきなら食べるからね。全て合うんだ。だからもう、誰も一気にここまで強いしまんねん。で、さっきまで行って、いつの間にか我々の男見たら、行けんで書いてまんねん。あ、行けてないんです、みんな。だから、聞いて聞くればね、ただ、知らんとは言うてんの、言えへんけど、聞きも何もしてないんで、こっちから聞いに行く。うまへんな、偉い。ここ通ってね、はい、うちはまあここもう荒れてまんねん。もう何もせんでほっぱらしとるからね。ここだったらなんとか通れるからね。はい、だから土でこんもりできたやつ、それから石棺、石の石棺になっておるところがパーク。はい、だから結局もう一つはやっぱりなんか10基ほどあるって聞いてるんですけどね。ああ、それはまたね、はい、本格的に掘りに来たやつじゃなくて、分からないけどね。ああいう肥料というか骨董品をだけをね、ああ盗んでいくやつ、今にそんなやつおりまんのか。で、そんなのがまあ。あるのは今んだけどね。で、ちょっと困りますね、それは。いや、もう、とにかく自分のもんでも何でもなくても自分とこの土地みたいな顔して何にも登ってきておりまんねや。
おお、これえらい崖ですね、これ。崖とか。こんなところ行くんかかんかね。これはお兄さん声をかけてくれはらんかったも全然無理ですね、これは。はあ、無理かなんですよね。はい、あ、全然無理ですね、うん。今ナビやったけどナビは入らへんし。ナビで一応ハンダゴ古墳とは書いて、あの、あれには載ってるけどね、携帯に。あの、ハンダって呼ぶんですか。ハンダビラ言うんですか。ハンダビラ古墳。ハンダビラ古墳って言うんですか、うん。難しい漢字なんですけどね。いや、難しいこともないね。昔、こっちの御所市の前は、ハンダゴ村って言って。ああ、そうなんですか。そこの、そこの、あの、この山っていうの、平らのところに古墳があるということで、はい、ハンダビラ古墳っていう。ハンダビラ古墳群でね。ここはこの道は作られたんですか、これ。そうでいうのも、これね、あの、削りしてるけどね。はい。これは昔の様子で、親の代が、開拓地入って入ったところで。ああ、そうなんですか。綺麗なあの向こうの丘陵地には畑がいっぱいあるんですけど、何を植えてはるんですか。柿と、あの、いや、柿じゃなくて、あの、栗とか、はい、みかん関係で、ね。ああ、そうなんですか。うん、まあ、ここまで来たときも、その行くところに、道がないからね。はい。まあ、もう、うちはこれで、ね、あれですね。あの、ヒノキ、ヒノキね。これヒノキ植えたんですね。もう、開拓して、あれしたんやけど、鳥に距離もあるんです。ああ、あの、植えたって、みかん植えたって、何植えたって、はい。これはじゃあ開拓された方が植えはったんですか、これ、ヒノキは。いや、うちが植えてまんねん。あ、そうなんですか。で、私が、枝打ちは何やかやん。ほんではそろそろこれ、もういい木になってますね。まだね。まだ飽きませんのかこれ、もうちょっと間引いて、もうちょっと太せると、ね、もっと大きくならなあかんんですかこれ、まあそれはこれでも使いにことはないですね、ああヒノキ、あ、みんなヒノキですねこれ、ヒノキこれは杉やけどね、あ、杉ですかこれ、もう枯れてしまった、ね、え、これもヒノキでしょこれ、あ、杉か、あの葉っぱ見ても、葉っぱ見たらわかるけど、全然違うからね、木だけじゃわからへん、道はうまへん、それもそこ境界やから植えてあるんだけどね、はい、すごいですよ、何本ぐらいあるんですかこれ、1000本ぐらいあるんですかこれ、1000本まではないけどね、まあこれもまだ間引かんとあかんでくるね、これまだ間引かんとあかんのか、間引いてまたね、はい、ちょっと買ったりなんかしてんとあかんだけどね、もう足ももう年いってきたからね、足がね、ああもうお瀬川さんは次はりまへんか、ああ、まあそれは苦しくなったらいいかもわからんけども、はい、無理して、ね、これなかなかこんもりしてるぞこれ、ああ、これこれ、まあ、このぐらいの太さになりゃね、これは大きいですね、これでちょっと柱に、大きい柱に使えますね、これ、これは、あの、あれで、ね、ビシャコです、なんでこんな人置いてあるかって言ったら、はい、あの、キープをするとぶっかがしとるからね、これ入りまんね、ああ、そうですか、うん、全部が全部この大きさになってできるやね、ああ、これはもうすごい大きくなってますね、うん、ここが、その上がね、はい、あの土でできた古墳で、はい、これが石棺が出てね、石棺が出たんですよこれ、本格的にね、おお、はい、大きいですねこれは、まあ、あこ置いてるから、そう、中入らはって、全部映って、すみません、はい、見に来たら、これ、あの、全部、あの、看板置いてらっしゃるんですか、これ、1、2、3、4、4号まであります、4号まで、うん、
で、ここに石棺が入ってたんですね、もともとは。あ、これここにね、真ん中にね。これは、6世紀ぐらいですか。いや、そんなことはもう分かりまいの。そんなことでね。いや、アボさんって聞いたことおましたやろ。アボさん、はい。あの人が、あの、要するに、柏原の、あの、その、歴史資料館の、はい、所長やってる時に掘りに来た。掘りに来たんですか。ええ、いやいいね、この石棺。最後はなんか、ね、関東科大学の先生になったとか言って。はい。あの、いろんなところに、あの、古墳のことやって来てありますね。ええ。ああ、すごいですね。ありがとうございます。ええ、こんなとこ、ここちゃんと石でできた石棺おましてね。ここに本当あったんだね。あったんやけどね。まあ、それは。残ったのそれだけでいいんや。みんな、持って帰りおりましたよ。戻れたんですか、あの、要するに、いや、その資料館違いますね。資料館なくて他の連中は一般の人間がその重たいやつを、いや、それね、はい、勝負にね、はい、競馬や何かな、それに、はい、あの、その、なんかする、なんか使ったらね、はい、入んねえとか言ってましたけどな、ある人は。それがあると、それがある、持って帰ってあったら。ああ、なるほど、縁起物やったんやね、ええ、これがちょっと大きい、石では大きいやつね、はい、一番大きいんだね、これで、ここまでこう先導がこう石ちゃんと組んであるんだよ、これね。そうそうそう、残ってんよな。これでもだいぶと掘って完全に下まで噛んで諦めて、はい、あらりたからその柏原考古学のこの青さんが掘ってくれはったんやね、これ、ね、はい、で同じもの何個もあってもしゃあないから、なんなあた、あの、この武器とかいろいろね、はい、飾っとくのがよろしいですって言うんだよ。なるほどね、はい、もう人骨も出てもない感じって言ってるからね、世界にあれするよりもそっちの方でまとって、そのあれみんな持って帰ってあれ聞かせるのがですか。これもこういうやな、これ、ここがね、はい、小さい方の石のあるもの、みんな上の方、これあるには、あの、さっきのハンマーのこの上に乗ってますよ。うわ、すごいすごい。あ、ハンマーが、じゃあここにあったんですね。ここ立ってます、はいはい、みんな潜れてますよね。潜れてもって、時間経ったから、うん、あら、これも綺麗ですね。これも綺麗です。分かってます。これは、おお、綺麗よ、これ。うわあ、すごいすごい。おお、綺麗に組んでくれてるわ。ここはもう、あの、あれですわ、あの、勝手に掘って、持ち帰ったんかって。もう何もなかったんですか。はい。ああ、いい。ああ、いいね、これ、はい、ありがとうございます。いいの見せてもらって、すみません。本当にありがとうございます。もうみんなね、これを間違って、ここやってますよ、この古墳のね、見たい言うて、誰も取れないから。あの、途中でみんな帰ってありますか。帰ってるんですわ、これ、はい。ありがとうございます。うん、そうすると、この上の杉は、小野さん植えはったんですか。そうですね。だその頃は、これ、石が見えなかったんですか、まだその頃は。その頃はまだその、そうだね、な、石植えてる時はもうこれなんか東南に落とったから、だいぶとあの下の方まで大きなのがバーンと開いた。まだ開いてましたか。ええ、あ、そうですか。ええ、あら、大きくなってましたね、これも。ええ、もうこんなんはね、ああ、真ん中腐っとるから切らんと開きまへんね。あ、まだ腐ってますこれ。ええ、腐ってまんね、なんか皮がね、剥げてね。はい、ありがとうございます。すいませんね。いい、だから、えらいところにあるからね。ああ、それは来れませんわ、みんな、あの、私のナビ見てどうしようか悩んでましたからね。さあ、もうこんなとこ、釜なり何なり持ってこんとね。ああ、まだ今冬はまあ全然見えへんけど、もうどこ減るよりもある。そうですか。寒いやつね。ああ、それなら夏場に来たりしてね。夏はちょっと入りませんね、これは。うん、来てね。はい。あの、来てくれんやろうか、言うから。
今どうしても見んとあかんのって言うから、はあ、いやそれは資料として写真撮っておきたいので、はあ、まあ、来る人おるんだ、そしたらおるの、ね、神田の古墳群かなんか見て、はあ、あ多分あの携帯に出てきますわ、携帯でしょ、あ出てみてください、出てましたろ、はい、あ、出てます、出てます、で駐車場もあるように書いてましたよ、駐車場はあのわし行って赤田とこあると書いてあったけどなかったけど、あとましもそうだけど、ええ、あるって書いてありましたね、駐車場、ええ、まあ、要するにまああくまで車が来れるからね、来れるってことだけだって駐車場ないんですよね、あれはダメですか、あの辺止めで、まあ駐車場じゃないけど、まあ、メジャーじゃないからいっぱい来えへんけど、そうそうえらすみません、ありがとうございます。この石もその、あの、傍らですか、これ。いやいや、それは多分ね、はあ、これ作るのに運んできたんですよ。だけど、その、寸法があんかなんかで。あ、じゃあ、一回持ってきていただいて、使えなかったらいいですかね、これ。そうでしょう。あ、なるほどね。それは、これよりまだ大きい石も、向こうの方にもありますね。っていうのは、どういうわけか。あくまで落ちていかれへんなんかな、知らんけどね、ここに、これ2発されて、これを落ちるし、ここにまあ、あるのに、はい、大石の大きいのこれね、多分、なんか何のどういうことでこれほっぱらかしたか知らんけどね、あちょっとしたら使えなかったかもしれないですね、これ、形が。そうなんだ。いい形しとるけど、これ、横にちょうど切ってあるから、そこそこに、先導に使えるけどな、これ。うん。わしら素人目には。まあ、その時の勇者が、ほら、あかんっていうふうになったんですよ。昔は、昔っていうのは、ここ、4、5年前まではこの谷前で電線取ってましたから、あ、そうなんですか、結局これこっちからも崩れる、向こうは崩れる、はい、電柱は埋まってしまったよね、ああ、崩れてしまったんですか、これ、うん、埋まってしまった色ですね、はい、そのこっちの人の人間がね、はい、もう用登ってかあれ下手したら漏電しとったら避難たがんってね、危ないからね、うん、ここを通したらいいんじゃないかなっていう感じの、その東京の半年間聞きに聞きましたけど、ね、はい、これもうイノシシがこう登っていってる、これ柔道ですか、人間違いますね、おだからあんなもん知らんでこんなとこ来たってね、なんか道になっとるよ、これイノシシの道ですか、これ、え、そうです、おお、もうこの頃イノシシもね、はい、なかなか利口になってね、こんな上から降りていくことしまへんねん、はい、下のね、はい、とこいっぱいこんなもうあちこち荒れてましたろ、はい、山ありましたろ、はい、そこで寝起きしてね、はい、それからあもうゴミは取ったらないですよ、住宅に近いところで、ええ、うん、そうですか、ええ、これで以前はね、この上も牛交代いろいろ取ったからね、はい、よういろいろ来てましたね、もうひどい時やったら10匹以上来てね、はい、餌を食べに登ってきて、おわこれ下降りていっとったよ、はい、下のところの水田の近くにも大和の警戒のところにも網張っておりますね、おこれもそうですよね、これそうですよ、もうここでこう分かるここが警戒だよね、はい、ね、これもじゃあ掘り張ったんですか、一応これもうみんな掘られたんですか、ヒノキ植えたんやけど、はいはい、はあ、ね、これもそこそこ大きいですね、直径うまいことね、これ育ってくれりゃいいけどね、もう
ここらでもこれみんな崩れてます。これこんなところ全部植え張ったんですか、これ。これはうちじゃないけどね。はい、すごい綺麗やから。あら、もう死んで、いや、あの植えた人おらんけどね。はい、あら昔の人は根性根性ね。なんて機械よくやる。なかなかこれは大変ですね。こんなところね。わしらこの斜面歩いてるあのへっぴり腰で歩いてるのに。まあ、わしらも買い物やないなんておらん時もあるから。ただ、何百人まで管でも何十人だっけ。みんな諦めて帰ってます。これはみんな来れません。無理でございます。ちょっとお聞きしたいんですが、ヒノキってどれぐらいで大きくなるんですか、出荷するまでには。やっぱりね、50年、100年っていう感じでいかないとね。そんなんですか、それは商売になりませんな。だからあれですわ、こんな人荒れてしまうようなんだよな。50年と言うたら、自分が植えた時には取れませんね。ああ、無理です。下手したらね。次の子供の時代か、はい、孫の時代ですわ。無理やわ、うん、だからもう百姓というのはみんな嫌う、林業百姓というのは嫌がります。それもどういう状態になるかは、50年、100年した時に初めて分かるだけで、はあ、それまでに手入れがどれだけうまいことやれるかですよ。いっぱいありますよ、これ、ヒノキ。ヒノキばっかりですよ、ここ。そうですよ。もうせやけど、あんなって横向いたり、もうあれしたりしとるからね。ああ横向いたやつは開けまへんのか、あれ。もうね、あれさ、まっすぐに、これなんかでもね、はあ、これ木、ここは太っていくけど、この上が枝出すぎて、はあ、ああこれ枝落ちをしてないってことですね、これ。そういうことです。節ができできてるからね。ああ節が出たらいいか、出口がないんか。ね、あれですわ。ああなるほどね。嫌なの。節があったら強いのにな。まあそれは、神社やお寺なんかみたいに、そのまま、原木、要するに皮むいただけです。皮むいたからね。はい。ただ、それみたいなやつやから。皮むいたらもう結局要するに節やったら、その節が取れることはあるからね。はい。なかなか、なかなかあれでしたろ。えらいとこでしたろ。ああ、レアですわ。私も大概いろんなとこ回っとるけど。レアでございます。あれちょっと結局の人間に聞いたんですよね。ちょっとこれはやっぱりレアでね、普通の人は来れませんわ。あ、無理。あこまでは車で来れるからね。ああもう人間の高さが高い、傘が、はあ、傘が高いですね。入っとるからね。今はまだ今はほら、川が落ちたりなんかいろいろ来とるから、はあ、いけるけど、これはもうあれですわ。ボーボーになったらどうするんですかね。石が多い、この辺には。
これ炒めた。竹がすごいからね、竹が。あら、引っかかってる引っかかってる、はい、ありがとうございます。正解しました。ありがとうございます。あんなふうにね、屋根も大量に飛んでまで向こう行ってまう。飛んでしまった風で。あ、台風でね。台風でですか、うん、これ今何もこれ買ってらっしゃらないんかな。いや、もう使ってないんです。あ、そうですか。すごい、骨込みすごいけど、はい、なんとか行って帰れました、はい。いや、大変だ。大変ありがとうございます。切るかね、切るかね、はい、はいはい、なんとか。これはね、ちょっと無理、無理ではなくて、ガイドの方がね、いられてこの塩梅でございますからね、大変だ。えらい、申し訳ございませんでした。ありがとうございました。お姉さん、マスクちょっと、2、3枚だけ。ありがとうございます。えらい、すみません。ありがとうございました、どうも。ありがとうございました。これ、あの、YouTube アップしますよろしいですかね、声とか出して。どうぞ、やってください。声入ってよろしいですか。入ってます、結構ですよ。今、出しておきますね。はい、すみません。ありがとうございました、お気に。ありがとうございます。あ、やっと正解しました。はい、ありがとうございました。ハンドビラ、古墳群でございました。ありがとうございました。